こんにちは、おばめです。今回はコスパ最強のサイドバック、ジョヘル・ラッスル選手を紹介していきます。2022の時に、まあ、強すぎるということで話題になってましたので、まあ、知ってる方が多いと思います。一時期一押さになっていたんですが、今回のアップデートで PV1 になって帰ってきたので見ていきましょう。アップデート前とアップデート後の初期能力を比べてみると、マイナスがちょこちょこ見られますね。逆にスピードジャンプ、スタミナは上がってますね。守備能力全振りした場合を比較してみると、ディフェンス能力が少し落ちているのがわかると思います。まあ、ですので、基本的には乗り換えしなくていいと思います。まあ、ですが、アップデート後のラッスルはスピードが高かったり、まあ、スキルが増えていたり、まあ、人によってはチームされて規制が上がったり、まあ、アップデート後も魅力がありますね。アップデート前に PV2 のラッスルを取り損ねたという方には嬉しい更新だったかなと思います。それではラッスル使っていきましょう。Thank you.